江戸川区と江東区の区境を流れる旧中川沿いに広がる公園。墨田区八広から橘までの 2.5 キロにわたる遊歩道には河津桜とソメイヨシノが植えられており、2月下旬から桜を楽しむことができます。堤防下の川沿いが公園となっていて、一部撮影に適した広いスペースもあります。墨田区内で桜の時期に報道以外の撮影が可能な穴場スポットです。散歩する人が多く人通りがありますが、撮影スポットとしては知られていないため、ドラマのワンシーンなどちょっとした撮影におすすめ。川沿いのシーンを求めるならここが一押し。下町ののどかな風景が続いており、途中に架かる橋や周りの建物によって異なる風景を見ることができます。